はいどうも、自習イケメンです。ということで今回は今一番暑いんじゃないかって言われてる彼はイスラヒド高原でアグリソネッキ10万全消費してきましたので、そちらの方ね今回紹介していきたいと思います。まあ、前回ね、イスラヒド高原に出たばっかりの時に出した動画でね、ここをアグリスの熱気狩り場だったっていうことが分かってしまったので、ね、アグリスの熱気全消費していくね、動画の方をね、撮ってきました。まあ、まずはね、イスラヒド高原どんな狩り場かっていうのをね、軽く確認していきたいと思います。まあ、こんな感じで、まあ、カブアの破片とカブアの異物、これがメインの狩り場ですね。で、火種もちょっと落ちるよっていう感じの狩り場になっています。まあ、特にね、カブアの破片の落ち方が結構えぐくて、1時間に5、6個ぐらいね、結構アベレージで出てくるので、かなりね、いい狩り場ですね。またですね、ガラクタの値段も外品地下ぐらいのね、値段なのに、このね、アグリスの熱気イベントで大量に手に入れることができるみたいなので、結構ね、期待してます、ガラクタの値段もね。なんでそこら辺もね、見ていければなと思います。またですね、前回イスラヒド高原の動画出していて、ギミックの解説などもねしていますので、もしよろしければね、そちらの方の動画は今ね関連動画のところから見れるようになっているのと、概要欄からもね飛べるようになってますので、ぜひともねそちらも時間があって見てない方は見ていただけると嬉しく思います。ということでね、早速本編行きたいところなんですけど、その前にこの動画良かったと思ったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。自分のね動画投稿のモチベ上がるんで、ぜひともねよろしくですということで、そしたら早速本編いってみましょう。お、マジカバの異物出た。おお、やったぜ。現物かよ、最高じゃん。はい、ということでね、1時間目終了しました。まさかのね、カバーの異物、現物が出るとかいうとんでもドロップが出てるので、ちょっと、ちょっとね、まあ、アグリス企画の出だしにしては、まあ、過去最高の出だしですね。はい。ということで、まあ、他の結果も見ていきましょう。まあ、アグリスの消費は1時間1万5000円ぐらいです、僕は。で、ガラクタが29,159。ということで、まあ、3万行きたかったですけど、行かなかったですね。まあ、3万ね、行きたいとこなんですけど、ちょっとね、覚醒ブレイダーとか、伝承ブレイダーは、まあ、ガーボスで調べると結構この狩り場向いてない方っぽいので、まあ、少なくねって思った方、いるかもしれませんが、多分、食適性がないだけです。はい。なので、お気になさらずって感じですね。で、まあ、カバーの破片ですね。これは大体ね、5個出ればいいかな、1時間にって感じです。6個出たら、まあまあまあぐらい。5個、6個ぐらいが一番多い感じですね。で、火種はですね、まあ、4個出るのは結構珍しいですね。火種はもうちょい少ない時の方が多いかな。2個とか、3個とか、そこら辺のことがすごく多いなって感じはしますけど、他に4個出てくれたら結構嬉しいですね。いやー、まあけど、1時間目、まあ、その覚醒ブレイダー、まあ、伝承ブレイダーだともうちょいね、効率が出ない。2万8000ぐらいなんですよ、アグリス使っても。なので、ちょっとやる時間が長くなりすぎるかもって思って、ちょっと今回ね、覚醒ブレイダーで、まあ、アグリス消費量ちょっと増えるんじゃないかなって思ってやったんですけど、そこまで大きく変わった感じはしない感じではありましたね。はい。なんですけど、まあこんな感じで。とりあえず1時間目終了で、まあこの感じでいくと6時間、7時間目いきそうな感じはしますけどね。まあちょっと頑張っていきたいと思います。ということで1時間目の感想でした。喜んだぞ。純度純度だ。びっくりしたわ。ヒタネとカブは同時に出たわ。この時間はちゃんと落ちてくるぞ。キリさん、あれ、ロールアップじゃん。
じさん、あれロールハジ。6時間やってあと330足りん。お、いや違う、あと330でアグリス終わり。ちょっとだけあと1分だけ買ってから帰ろう。そしたら多分終わりだわ。あー長かった。あれだね、あの食適性っていうのもあるから狩り場のあれは難しいんですな。よし、うん、終わり。お疲れ山です。はい、ということで6時間買ってきてアグリスを全消費してどんぐらい手に入ったかっていう結果ですね。まず見ていきましょう。ガラクタが186,729ということで、だいたいねこれぐらいになりましたね。で、自分ね後半に行けば行くほどやっぱり狩りの効率が上がってきていたので、まあ覚醒ブリーダーでここやるの慣れてなかったんで試行錯誤しながらだったっていうのと、あの途中でバフが切れたりベルの心臓がねあの壊れちゃってたりしたので、そこら辺で効率が下がってたのもあったんですけど、だいたい1時間に1万8000ぐらいですかね、最終的には消費できるようになっていたかなって感じですね。食適性とかで大きくね差が出る狩り場っぽいので、いろいろ調べてみた感じは、なのでまあここでまあ3万出たらいい方じゃないですか。割と3万超えれたら多分食適性が高い食なんだろうなって感じですね。覚醒ブレーダーは3万ギリいかんかなぐらい、伝承ブレーダーだとねもうちょい少ない2万8000ぐらいだったんですよ、ね、何回か試したんですよ。だったのでちょっとねブレーダーあんまりイスラヒド高原向いてないっぽいですね。俺イスラヒド高原大好きなんでもっと狩りしたいんだけどって感じなんだけど、うん、なんかね好きこそ物の上手なれじゃないけどなってくれるといいんですけど、なかなかねあのあんまり他の人と比べると微妙な結果しか出せなかったんで、アグリス消費に6時間かかってしまったって感じですね。なんで食によってねマジ5時間ぐらいで消費できる食もあるっぽいので、皆さんねぜひともね、まあ、自分の食で試してみてはいかがでしょうか。ちょっとねブレイダー君はちょっとあんまなんかちょっと効率低めな感じだったので、これぐらいの6時間ぐらい、まあけどブレイダーで6時間で終わるんで、自分と同じぐらいのステータスの人だったらあのどんな食でも6時間ぐらい見とけばアグリス全消費できるんではないかなっていう感じですね。でまあ次に多かったのはこれですね、古代精霊の粉だけどまあ特筆すべき点ではないかなって感じですね。でブラックストーンもこれぐらいと、まあまあまあって感じですね。やっぱね不完全な日の光明石、これはねたくさん取れましたね。54個ですね6時間で、まあ、結構嬉しいですね。錬金同人になってこれをね、浄化してですね売ってねちょっと小銭を稼ぐことができるようになってて、結構ねそれが意外とお金入るんですよ。なんで、ね、たくさん集めれるといいんだろうなって感じですね。ちょっとだからたくさん手に入って嬉しかったですね。で破片が27個、ちょっとね今回平均下回ったかなって感じですね。いつもね大体1時間に6個ぐらい落ちるイメージだったんですけど、まあ1時間に2個だったり1個だったりっていう瞬間がね今回2個かな、一番少ない時が火種2個の破片2個が一番少なかったですね。4時間目かな、結構ね少ない時があったので、まあ今回はね27個でした。6時間、ちょっとね平均より低いかなって感じです。逆にですね、火種は平均より多いかもしれないですね。18個ですね。だいたい1時間に2個でりゃいい方って感じなんですけど、今回1時間に3個ずつぐらいね、出てましたね、コンスタント。って感じの、あれだったので、まあ、火種はね、ちょっと多めでしたね。で、封印された黒丸水晶、やっぱ3時間やると100個ぐらいは溜まると。ということで、これもね、結構使い道多いし、それこそですね、前回自分がね、動画を作った、信号のねアクセ、これ作るのにもねこれを焼いて作る魔力の破片、これ必要になってきますので、これねたくさん手に入るのいいことなんじゃないでしょうかと思いました。あとここはイレギュラーですね。いやカバーの遺物落ちてくれただけでだいぶ嬉しいですね。いやーマジでこれは助かりました普通。いやーありがたいありがたいって感じです。で純度の高いブラックストーンと、ブラックストーンもね落ちてくれてだいぶね嬉しかったですけどね。これね攻撃速度なんで、自分はね一段拠点戦とかしか最近は PVP を触ってないので、攻撃力だったり防御力だと
まあ PVP で使えないんですけど、これだったらね PVP で使えると思うんで、今度ね使っていきたいと思います。しかもですよ、これね、どこかな、カルフェンに置いてたかな、そう、万物の息吹も持ってんすよ、攻撃速度のやつは。だからね、今度はすげえ速い俺がね見られるかもしれませんと、なっ話でしょうかねって感じなんすけど、てかこれとこれって重ね掛けできんのかね、なんか気になりますね。ちょっとそれを試せたら試しときますわ。ということで、あ、そうそう、これがね今溜まってる分なので、ここもね後で合わせてあれですね、カバの遺物もう一個作れたらなと思います。ということで、今回ねアグリス10万全消費動画でした。まあね、いつも通りまあ 5,6 時間かかるかなと思ったら、まあその通りだったんですけど、まあね結構この狩り場美味しいです。一撃 10G の夢もありますし、こうコツコツやることによって自分もね異物をどんどんね揃えていけるっていうところで、コツコツやっても美味しいし、ガラクタもね結構いい値段するので、大体どんぐらいかな、ちょっと計算してみましょうか。47億、6時間に47億ガラクタ、結構でかいっすね、割とマジで。なんで、まあ、結構ね美味しいので、ぜひともねアグリスの熱気を消費するときにね、この狩り場来てみてはいかがでしょうか。闇の追跡者寝所よりこっちの方がね、いろいろアイテム出て楽しいわっていう方もねいらっしゃいましたので、結構ねそういう話聞くので、まあね、皆さん一度ねイスラヒド高原チャレンジしてみてはいかがでしょうか。ということで、今回の動画は以上になります。この動画良かったと思ったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ということで、それではね次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。